今回紹介するのは、終わりのセラフ6、の瀬グレーン、16歳の破滅、という本です。世界が滅亡する直前まで抗い続けた物語、マヒルを殺せなければ、お前の父親を殺すヒーラギ家に父、一市瀬境を人質に取られ、 マヒルを探していたグレンだがあと一歩のところで吸血鬼たちにマヒルをさらわれ取り逃がしてしまうそして時間は無情にも過ぎていき一ノ瀬栄は自らの力不足を改めて痛烈に感じながらも前に進み始めたグレン一方吸血鬼にとらわれたマヒルは 吸血鬼の女王クルル・ツェペシに交渉を持ちかけ、鏡高屋をける。山本大和の最強コンビで送る。大人気学園呪術ファンタジー。ついに世界が滅亡に瀕する第六巻、終わりのセラフの待望の六巻です。今回は、例のあの人の正体がわかります。状況は二点三点していき、グレンたちは流されるだけ。 力なきものに選択肢はない絶望しかない世界で小さな希望を目指して絶望に突き進む物語もいよいよ終盤みたいです以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします